福波です。で、今回は女性必見のフェラのやり方についてちょっとお話ししていこうかなと思います。で、結構まあ女性とかってどういう風にまあね舐めたらいいのかっていうのは結構多分わからないと思うんですよね。だからそれをちょっと女の子たちに教えていこうかなと思います。結構私本当にプロなので。で、あと女の子にそれをちゃんと教えたやつだから、男はもうどっちでもいいです。はい、どっちでもいいです。じゃあ、やっていきたいと思います。で、まずこういう感じで、多分男性がこういう風になってるんですよね。頭がここで、で、私が多分またがってこうやってると思うんですよね。で、基本的にあれが男性のチンポだったら、最初にやるのはこの辺とかをこういじってあげることがめっちゃ大事ですね。結構最初にこうやってしごきがちなんですけど、それの四つよりかは最初にこういう感じで、いつもこういう感じとかで触ったりするといいと思います。で、触るのは大体指の爪とかじゃなくて、ここのヘラとかでこう触ったりとかしたりします。で、そこからこう手でこういう風にいじったりとかで、フェラはフェラはどうするかっていうと、結構みんなやっぱフェラってこうどうしたらいいのか分かんなくて、こう普通にこうやると思うんですけど、でもこれだと目がめっちゃ怖くなっちゃうんですよね。こんな感じ、こんな感じでこうこんななっちゃうんですよ。だからとりあえず自分の好きな角度があると思うんで、こういう感じでこうやるんですよね、フェラを。で、舐める時とかもこう下をこう出して舐めるんですけど、こういう感じ、こういう感じで、こういうなんか舌をペロペロ、こうちょっと普通に先っぽとかをこうなんかちょっとこうなんかペロペロして、なんか気持ちいいみたいな。で、周りをこういう風に舐めてったりとかするといいですね。最初からなんかいきなりこうフェラするよりかは、ちょっと雰囲気をこう大事にして周りをこういう風に舐めたりするのはいいかもしれないです。あとはこうフェラするんですけど、その時にまず全部いかないで、こう気筒だけをこうやるといいですね。気筒だけをこうちょっと含ませてこうちょっとやるとかで、歯は立てないようにして、で、男性がこうここにいるとしたら、こうやったりとかしてこうやったり、あと周りの横とかをこうこうなんかこういう風に横にこういう風にこう見せ方が大事なんですよね、男の人って。単純だから、だからなんか気持ちよさっていうか、多分見せ方な感じがして、そうで、こういうのとかこういうやつで、音もめっちゃ大事なんですよね。音、なんか音はこうみたいな、なんかみたいな感じの音を出したりとか、っていう音がめっちゃ大事です。音はどうやって出すかっていうと、これ結構唾液必要なんですけど、唾液をこう含ませといて、ちょっとで、こうそれをただこうそこでジュルジュルって吸うのがいいですね。とかで、こう分かります、こうちょっとこう吸った時にみたいな、そういう感じなんですけど、それを結構入れるといいかもしれないですね。とか、ってこう、吐息をこう出してあげるといいですね。とか、こうやった後に、はぁとか、そういうのもめっちゃ大事ですね。こういう風にやったりするときとかも、常にちょっと奥に入れてみたりとかして、でも苦しいからそんなに奥まで入れなくていいと思うんですよ。そう、でもそれって本当見せ方だから、1,2 回ぐらいでいいと思います。こうちょっと奥まで、本当に奥まで入れたりとかして、でこう3秒ぐらい止めて、それでこうあーみたいなとか、この吐息とかもあーとか、そういうなんか音を大事にするようにしてます。あとこうやってるフェラしてる時とかに、こう乳首とか触ってあげたりとかするのもいいかもしれないですね。これ寝てる時もそうなんですけど、こういう感じとかでとかで、両手開くじゃないですか、先っぽとかで。
加えてたら、でこういう感じでやってあげたりとか、あとこう持ってたりとかしたら、こうやってとか、こういう動き、なんか体を動かすじゃないけど、本当見せ方で気持ちよくさせようみたいな、こうテクニシャンにならなくていいんですよ。基本そんなに気持ちよくさせようみたいな感じだし、別に活かせようとしてるわけじゃないから、男性をその活かせようと、だって挿入したいじゃないですか。だから別に気持ちよくさせて活かせる必要はなくて、全く本当見せ方だと思うから、これをやってる時とかに、ちょっとあそこの金玉あるじゃないですか、金玉とかをこう舐めたりするんですよ。こう舐めたりとかして、手をこうやって顔やってやって、それでちょっと吸ってみたりとかして、パッとかとかしてやったりとかね。もう本当女の子に伝えたいのが、本当にテクはいらない、もう見せ方。それでやっぱ AV とかも売れてる理由って見せ方だと思うんですよね。じゃないとそんな、ほらね、あんなにすごいことしてそうに見えてるけど、別に実はっていうこともあるし、常に男性はなんかその AV 見てるみたいな感じがすごい好きだからこそ、なんかそういうシチュエーションだったら、大きい動きだったりすることがすごい必要だから、本当気持ちよくさせるみたいなことは別にしなくていいと思います。そう、後で学んでいけばいいし、男性がなんかあそこ気持ちいいって言ったら、そこ中心でやればいいと思っていて、であとはまあちょっと足とかでこうなじるとか、足でこうあったら、これをこういう風に動いたりとか、ちょっとこういう感じでこうなじったりとかね、手でこういう風にこうやったりとか、こうやったりとか、こうやったりとかするといいですね。手の強さとかはそんなに握ってしなくてよくて、でも本当に軽くていいと思います。軽い方がいいかも。で、気筒の方だけちょっとこう絞るじゃないけど、牛の乳搾りを想像してもらいたくて、気筒の方だけこう強くするとか、ここは別にさらっとしてここから強くするみたいなでやると結構良かったり。で、プラス絶対にこれは大切なのが、よだれをちゃんとつけてやるっていうことじゃないと、乾いたままでやると痛がっちゃうから、絶対にそのよだれをたくさんつけてからやってあげたりとかするといいですね。女性とかもやっぱ乾いたままで挿入されたら痛いじゃないですか。だから男性もそんな感じなんですよね。だから常にやっぱあそこはちょっと潤いながら、まあやってあげるといいかもしれないですね。じゃあこんな感じで、ちょっと女の子とかもわからないなとかでも、もう大丈夫です。もうこれをね見て、ちょっとでも参考になったらね、いいなって思います。ちょっと女の子たち、ちょっと頑張ってください。はい、もう見せ方が良ければもう大丈夫です。はい、じゃあこんな感じで、見てくれてありがとうございました。で、もしよかったらチャンネル登録とか評価もちょっとぜひお願いします。コメントも全部見てます。ありがとうございました。私のプロデュースした M プロテインが絶賛発売中です。シェイカーが不要で1日分の鉄と亜鉛が入ってます。運動してない人とかでも全然飲んで OK なので、一緒に飲んで私と綺麗になりましょう。詳しくは概要欄の方に貼っておきます。